こんにちは、こんばんは。ココアートチャンネルへようこそ。動画をご覧いただきありがとうございます。今日はというか今日も全く中身のない動画になってしまうと思うんですけれども、よかったらご覧ください。もう先日自転車を購入しました。自転車を買ったというのは本当に高校生以来かなって、そういう感じなんですけれども、なぜ私があまり自転車に乗らなかったかというと、その20代の時に借りた自転車に乗ってる時に転んだんですね。もう派手に転んだんですけれども、で手をついたら商売道具である手が傷つくと思って、絵が描けなくなったら大変だということで、その時はもう思い切って顔から転んだことがあって、このほっぺたがえぐれるぐらいになったことがあって、もう大変な思いして、それから自転車に乗ってなかったんですけれども、やっぱり自転車って便利ですよね。ちょっと買い物に行ったりとか、車とか電車じゃなくてちょっとそこまでという時にやっぱり自転車って必要だなということで、一番安全なタイプを買ったんですね。といってもこういうなんかこういう形の自転車っていうのはちょっとママチャリみたいだしどうかなと思って本当に悩んでたんですけれども、先日たまたま通りがかった自転車屋さんで大好きな水色の自転車が売ってたので思い切って購入しました。本当に嬉しがりみたいな感じなんですけれども、せっかく購入したのでちょっと画材を買いに行くので自転車で先日行ったんですね。その時スタッフも一緒に行ったので撮影してもらったものがあるので、それを今からご覧いただこうと思います。調子に乗って本当にその辺をうろうろしたんですけれども、ただ私が自転車に乗っていろいろなところをうろうろするっていう中身のない動画になると思うんですけれども、せっかく撮影したので動画にしてみました。よかったらご覧ください。どうぞ。
本当に普段着であることを忘れて、ちょっとそこまでのつもりが随分遠出してしまいました。もうこれ以上行ったらちょっと迷子になってしまっても大変なので、アトリエに引き返したいと思います。それではアトリエに帰ってまた制作に戻りたいと思います。お散歩に付き合っていただきありがとうございました。すごい可愛い、本当のミモザもある。帰ります。はい、いかがだったでしょうか。本当にどこにでもある自転車だったんですけれども、本当に自転車に乗ると歩いてる時とはまた違った感覚だし、風を感じることができるので、これからちょくちょく安全運転を心がけながら自転車に乗ってどっかに行きたいなって思いました。本当に気分転換になりますよね。またこれからも自転車でどこかに出かけた時に撮影して動画にしたいと思います。本当に中身のない動画だったのに、最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。チャンネル登録をお願いします。画面の赤いプロフィール画像は今ご覧いただいているココアートチャンネル、上の赤いウサギはメインチャンネル、ファーストチャンネルです。ファーストチャンネルでは展覧会のバーチャル展覧会の模様とか作品のメイキング映像をお伝えしています。それではまた次のココアートチャンネルでお会いします。ありがとうございました。